じゃあコナン君は何したいの？ん？ああ、ど真んどんな中のコ話？ナン君はどコんなナン話君を何したしたいいのさ。平和な日常を過ごしたい。おお。一人で。一人で？多分、一人だと、きっとコナン君喋んないと思うから。あ、モノローグばっかりで。うん。あんまそうね。ね。あんま喋んないだろうね。喋んないから CD ドラマとして成り立たないかもしれない。あ、そっか。ね。あ、じゃあ、一方その頃みたいな。カサカサカサって音が入って。コンそうだと一方その頃で元太たちのみたいな、また一方その頃っていうとトン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 みたいな、それぐらいでリフティングしてたんだみたいな。わからねえ。 CD にならねえ。ならねえか。いいんですけど、聞いてる方がコナンが何をやってるのかってものすごく考えてみる。みんなが推理すればいいんだよ。みんなが推理するもんね。推理なのそれ。たまにも多分ゲームとかやってそうだよね。たまにね。ね、頭使いながらピカ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 入ってないんだよ。最後にガシャンって投げたんだ。投げた。投げるかな。意外と短期なのねみたいな。あるかもしれない、ね。推理する CD。変な CD。あ、いいじゃない。聞いてる人が推理する。聞いてる方が推理する CD。で、何をしていたかっていうのをなんか応募して当たった人がちゃんとその後で。当たるってことは正解はあるんだね。あ、一応ある。だからボーナストラックで正解のシーンが入ってる。ああ、なるほど。誰かにこうやってなんか言われてるシーンが。ゴシゴシゴシで消しゴムの音が入ってた。ランネちゃんもどっか合宿でいなくて、おっさんもいなくて、朝起きて自分で目玉焼きとか作ってチュッシ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 ュッ画期的っちゃ画期的。でもそれ。